記録的な不良が続く桜エビ漁で、近領区になっている駿河湾の奥で一部の漁船が操業していたことがわかり、県が情報収集を進めています。県桜エビ漁業組合の幹部によりますと、一部の漁船が今月22日、金領区で創業していたということです。 創業していたのは富士市の田後の浦港沖で産卵場の資源保護のために漁を自主的に規制しているエリアでした組合の幹部は勤僚エリアで創業したのは22日だけで他の日はしていないと見ていると説明しています県の水産資源課は関係者に話を聞いていて情報収集をしていると話し事実関係を調査する方針です